小賀孝一郎は日本の元バレーボール選手。長崎県佐世保市出身。ポジションはリベロ。姉がバレーボールをやっていて、親に勧められたのをきっかけに小学4年からバレーボールを始める。佐世保北高校でのポジションはアタッカーで、2年生の時には長崎県内準優勝、3年生の時にもベスト4へ進出。リベロとして国体に選出され、 キャプテンを務めながら5位入賞を果たす。国際武道大学進学後にリベロの素質を見抜いた徳永文都監督に命じられてリベロに転校し3年次からレギュラーに定着した2007年4月に NEC ブルーロケッツに入団新人ながらレギュラーを獲得し5月の第56回クロ旗シハタ大会優勝に貢献ベストリベロ賞を受賞した 同年ユニバーシアード代表に選出され出場した。2009年5月、NEC が業績悪化、業績不振のため無期限キュを発表。移籍先が決まらず、路頭に迷うが、2009年8月に豊田厚生、トレフェルサイ移籍。2009年度日本代表登録メンバーに初選出された。2010年、2013から16年度にも日本。 代表登録メンバーに選出された。2013、14V プレミアリーグにおいて、ベストリベル及びサーブレシーブ賞を獲得した。2014年ワールドリーグ中の怪我で右足首の手術をしている。成績不振で会が続いたものの、2013年アンディッシュ・クリスティアンソン監督との出会い、またチームキャプテン就任により、チームが大きく変貌を遂げる。2014、 15V プレミアリーグでは3位、2015、16シーズンは天皇杯で優勝を果たし、2015、16ボルト、プレミアリーグでも優勝を果たす。2016、17および2017、2018V プレミアリーグでは2位。2018から19シーズンまでに4シーズン連続6度のサーブレシーブ賞、6シーズン連続のベストリベロ賞を受賞し、V リーグで 輝かしい記録を残す一方で、日本代表では、世界選手権、ワールドカップといった、世界三大大会の出場メンバーに選出される、ことはなかった。2019から20シーズン、2020年2月2日、パナソニックパンサーズ戦で、アキレス腱損傷を負い、35歳にして、長期離脱を余儀なくされた。2020から21シーズン終了をもって、現役引退。 2021年3月28日の V レギュラーラウンド最終戦終了後に引退セレモニーが行われ、それをもってユニフォームを脱ぐこととなった。その試合は弟小型一郎が在籍する FC 東京が対戦相手で引退の理由ともなったアキレス腱断裂を追ったパークアリーナ小牧が会場である。支えてきたファン、両親、家族を はじめたくさんの方々に最後の姿を見せられ、兄弟対決は最高の親孝行になると意気込んだ。最終戦は1年ぶりにスタメンリベロとして出場となり、太一郎との兄弟対決が実現し、これが引退試合となった。試合は WD 名古屋がストレートで勝ち優秀の美を飾った。引退セレモニーでは太一郎と自身の3人の子供から花束が贈られた。 このシーズンで代わりに、リベロとして出場していたのは、入団2年目の小川里次第で、小川はサーブレシーブ賞とベストリベロ賞を受賞した。前シーズンの小川の負傷後も小川が代わりに出場を続け、小川がそのまま小川の後を継ぐ形となった。ありがとうございます。